ていきまーす。そいくらいついたら離さねえぞ。ブラックホールダウン、未開拓地、未開拓地からぶっこむパンチは何をし、撮影も中盤ですが、このルーレット台を使った撮影です。さてここで問題です。このオレンジのチップは何枚あるでしょう。1枚中身もらっていいですか。てれてて5枚でした。じゃあ流します。でも笑ってるぞビッグスタディ、やっと気づいた時にはそういくらいついたら離さねえぞ。ブラックホールダウン、髪なすきに30ハボラップ覚えたての赤ゴール、ライバル2枚探偵ボール、スカイ揺れるビートエンドスクラッチ、ヘッドパス壁壊れるバス、音に乗れば乗るほど焦がれるラブストップ、この敵は誰、待つだけじゃダメ、おのれに勝つまで目はそらさず胸を張ってゴー、やれば力みさず自分勝ってゴーレイク。めちゃめちゃいいです。大丈夫ですか。もう何かダンスみたいな、ちょっとハリネズミみたいな感じの方がいいかもしれない。もうちょっとハリネズミ感出してほしい。なんかそっちの方がいいと思う。ハリネズミ感、うん、ハリネズミっぽくした方がいい。すげえ分かりにくいやつですよ。多分これが一番分かりやすいと思うから頼むわ。キュートさがいいってね。キュートさ、いや、そこ着眼点そこじゃなくて背中から針出せばいいってことですよ。あ、ほんと OK。じゃあ回ってます。はい、じゃあ流します。マスターランディ SLH ワンベイク、ワンベイク、ワン、ツー、スリー、アンチュー、常識を忘れなよ世界中、ワン、ツー、スリー、アンチュー、好奇心が付けな一晩中、エアワン、やばくないですか。すごい。ストップした。はい、OK でーす。はい。はい。ました。外に来ました。はい。撮影もう順調に進んで、はい。撮影ということで、まあなんか初めてやね。ちょっと初めてでもないか。でも結構周りに人がいたりするのは初めてかもしれんね。うん。ドキドキしてます。後半も頑張るぞということでいいですかね。はい、頑張れる。はい、まだ頑張れる。はい、じゃあ頑張れ。いやー、渋谷初めてだからね、ちょっとだけ怖いけどもね、怖い人いっぱいいるね。撮影するよ。まあ結構煽る感じの挑戦的な感じで、ちょっと前から流しますね。はい、なんでもうそこからもう使われるみたいな感じです。OK です。なぜここに来て音楽を作るのか。ここの自爆霊の仕業と仕業だとっても言うのか。シャガイ次はチラハンの番だよ。チラハンは頑張れるかな。チラハンも初めてだよ、こういうのは。僕も初めてだったけどね。
でも今からシラハンが挑戦するよ。頑張って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 右で頑張って左頑張って両頑張って頑張って頑張って。お疲れ様。ありがとうございます。でも何もしてないんです。ただこう口をパクパクしてるってってやってるだけで瞬く間に終わっていきます。いや料理と一緒やね。悩まずに、しかもそれも多分一発でめっちゃいい感じで多分撮ってくれてるよね。だから何もしなくてもいいんだよね。究極。いや不思議だな。さあというわけでね、無事俺の外のソロパートが終わりまして、まあ、あとはもう4人で外へまた口パクして適当にやってたら勝手に終わっていくで。というわけで、どうも初めましての人は初めまして、白飯と言います。今日はですね、PV を撮りながら、なんと浜散歩をやっていこうかなと思ってます。さあ、今日来てるのはね、センター街の今抜けたところの、壁画がなんかこうスプレーでグラフィティアートしているようなところをねちょっと今練り歩いてるんですけど、今回見てください。どうぞ。撮影クルーがいます。今回は、このぐらいのもう撮影クルーがいるということで、いつも俺たちにはいない。でもきっと多分この人数もかなり小規模だと思うんですけど、でも分かってます、かなり少数衛星です。もうみんなプロフェッショナルが集まってます。ここまでなんかさらっと行くとは俺も思ってなかったな。マジか。うん、結構もっと悩むと思ってた。こうちょっと怖いのがさ、こうね、こうバーってやってるんだけどさ、バーってやってるんだけどみんなめっちゃいいっすってこう言ってくれるから本当かなって怖さがすごいある。マジで時間全然かかってないんだよな。本当に今日一日で撮れるのかなって不安だったけど、これ余裕で撮れるね。俺渋谷大っ嫌いなんだよな。そうですか。汚いよやん、この感じ。汚いし一番汚い。すぐ喧嘩売られるし売られそう。もうめっちゃ売られるよね。変な人にも絡まれやすい。お疲れ様です。かっこよ。かっけー。似合いすぎる。我ながら似合うわ。我ながら本当それ、ね、前の彼女にユウマの歩き方は後ろから見たらペンギンみたいって言われた。かわいい。このコンビがあるじゃないですか。サイドは壊す。おつむが足りねえ。無理や不向き。ミーターしている勝負の続き。クソだ。このサバサバイブ。いかねえ忠告やめねえと。距離感がわからん。すごい。すごい。オッケーです。もう色気が。色気ですさ。色気、常に色気ですね。そう。やばいっす。一番子供みたいな服装だけどね。いやもうにじみ出てますね。出ちゃってる。出てます。普段キャップかぶってるからな。マルチリーショーツね。いやもうね、キャップだけで何個あるんだろうね。
そんなんすか。鬼ほどあります。200はある。マジですか。えぐい。1日1個変えても。でも俺汗をかくから、はい、大体1回その本番ライブとかで被ると、はい、もうそのキャップ潮吹く。吹かね。だからもう次新しいのすぐ。あで1日2個くらい。癒し系で行けばいいんでしょうか。渋谷だ。なんか人混みの中でやるのって緊張するよね。あいつ何者なんじゃかん。そんな感じで行くんすか。この感じで行こうか。翼さん広げる感じ。はい、よろしく。はい、俺サビ歌わない方がいいんですよ。サビ行かない方がいい。サビ歌っても大丈夫。あ、わかりました。あ、ただサビの頭は入んない。の方がいいですよね。伸ばしは伸ばし。あ、ごめんなさい。入っちゃいます。ラップ終わりからサビまで。わかりました。サビを丸ということですか。そうですね、サビを丸と。やっぱ一人だとやっぱ寂しい。さっきこうね、4人いたからさ、こうブレイクとか言ってたけどさ、一人だと寂しいなってやっぱなる。しょんぼりブレイク。うん、しょんぼりブレイク。だからやっぱ4人がいいね。うん、4人で行かないと。しょんぼりブレイク。酒飲みに行こう。恥ずかしいタイムです。これは恥ずかしいタイム。芸能人名じゃない。あれ芸能人名じゃない。そう、一応ね。終わりました。撮影ですか。撮影です。あ、ごめんなさい、今ちょっとまだ終わってないんで。何の撮影。あ、危ないんで、危ないんで。何の撮影。ちょっといいですか。何の撮影ですか。ということでですね、今、ソロのショットが かっこいいですね。すいません、サイン。今、ごめんなさい。どこから来たんですか。お父さん、どこから来たんですか。お父さん、どこから来たんですか。ここにサインください。あ、じゃあ後でね。10個しよう。あと10個しようね。ありがとうね。ということで、ソロのカットが無事終わりましたので、まあ、どうなるか僕もね、想像がつかないんですけど、また、ね、その僕らも完成を見るのが、とてもまた、お父さん。危ない、そこ危ないから、道路は危ないから。で、サインください。サインは後でいっぱい買ったら。誰ですか。誰で、誰で、誰で。またね、ありがとう。うん、ありがとう。ということで、いや、お前酔っ払い、お兄さん酔っ払って。飲んだ、飲んだね。飲んだ、イエーイ。でもまたね、また、乾杯乾杯。ということで、ソロショットが終わったんで、はい、もうええ。ラストカットでございます。最後は4人でバッチリ決めて終わりたいと思います。はい、そうですね。はい。学びか。最初の方も言ったけど、ね、最初のちゃうか、中盤ぐらいか言ったけど、街中で撮るのはなかなかね。ないので。ないですよ。うん、まあ、30歳にして新たな経験を。なかなかないから、新しいことってこの年になって。確かにね。うん、挑戦していきたいと思います。はい、じゃあちょうど今赤だから頑張るぞ。1, 2, 3, and 2. 常識を忘れない世界中。 1, 2, 3, and 2. 好奇心が付けなきゃ不安中だよ。 1, 2, 3, and 2. 持ってくぜ。
サビから前のサビから流すんで、はい、そっから行きますか。はい、了解です。お願いします。いける、まだいける、まだいける。今日はもちまして、LH 渋谷公園を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。揚げだれ風みたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。いやすごいね。グッドドン。はい、どうも、シャーロック・ホームズですね。はい、どうも。さあ、というわけでここまでね、見ていただいたと思うんですけども、はい、まあ、無事、ウォーブレイクのミュージックビデオの、撮影が無事終わりました。お疲れ様です。いや、今回はね、いろんな大人の方、知り合いの方にちょっと協力してもらって、うん、いつもは結構自分たちで自主的にやってること多いんですけど、うん、今回は外の力を借りてやらせてもらったというだけあって、非常に僕たち楽でした、うん、はい、そうです。いつもはこうビジョンがあるから、うん、それにこう進んでるけど、そう、カメラを見てこうチェックして、うん、もっとこうした方がいいね、あした方がいいねっていうチェックをするんですけど、うん、今回はもう全部お任せしてるんで、俺たち そんな見ずにね、うん、そうやね、うん、これ楽しみ、いつもより全然そうね、どうなるかわからんもん、ね、だからまあそういうのでなんかいろいろ貴重な経験ができたんじゃないかなと。はい、他にもなんかいろいろありましたか。なんか思い出深いこととか特にないですね。うん、でもなんか大人たち水が落ちてきたはい、ということでまあ大人たちにと一緒にやらせてもらったけど、いい大人たちでした。いい大人たちなんだ。普通に楽しかったし、子供のような大人たちですね。いや、やっぱこう年々さ、仲間が増えて、はい、いろいろ一緒にやる人が増えて、僕らも一歩ずつですが、ちょっとずつ成長できてるんじゃないかなと、この撮影を通して思ったね、うん、うん、だからこれからも歩みを止めずにこういうのにもまた挑戦していけたらいいなと、はい、はい、思います。で、最後友人が一言ピッと言って締めましょう。今日の最後です。来週は踊りがあるので来週も頑張ります。それではまた次のそうだよ、次の PV は踊り込みだから、ね、踊り込みですね。今回踊りなかったから、うん、汗一つかかなかったから、かかなかったけど怖いもん、もう怖いね。12時から12時までかかってんだよ。次のバックショットはこんなにいい顔しないと思うので、はい、疲れ果てた僕たちをじゃあ次のバックショットをお楽しみに。お楽しみだよ。交互期待です。ありがとうございます。じゃあ、ボーブレイクいっぱい見てね。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 見てよ。Black music, K-pop, my body looks real.